メノ IR マーケットブレイクスルーキャスターの山田幸美ですコメンテーターの井上哲夫です今回ご紹介する企業は証券コード五ゼロ三三株式会社ヌーラボですスタジオには代表取締役橋本正則さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします企業のプロジェクト管理 ツールですね。はい、御社有名ですけれども、この業界についてですね、はい、企業のいわゆる管理ツールもうレッドオーシャーイリしているとアナリストで言う人もいます。うんうん、ただ御社のこの有料契約者数、はい、昨年9月末で127万人。はい、どういう部分が支持されているのか、はい、じっくりお聞きしますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。この後は。 ヌーラボの歩み主な事業内容についてお伺いしますこの番組は SBI 証券の提供でお送りします改めましてセメの IR マーケットブレイクスルー今回お話をお伺いするのは株式会社ヌーラボ代表取締役橋本正則さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします まずはヌーラボの歩みを簡単にご紹介いたします2004年現在のの株式会社ヌーラボの前身会社を福岡市で創業2006年プロジェクト管理ツールバックログをリリースします2010年ビジュアルコラボレーションツールカクーをリリース2014年アメリカ・ニューヨーク州に子会社を設立2020年 組織の情報セキュリティガバナンスを高めるツール NuLabo Pass をリリースそして2022年東証グロース市場へ上場しましたえでは初めに n u l a b の経営理念について教えていただけますでしょうかこちらが n u l a b っと経営理念になりますこのチームで一緒に仕事できてよかったを世界中に生み出していくという経営理念です では実際の授業内容ですね、はい、こちらも教えてくださいこちらが、えー、自身や所属する組織または、えー、グループの課題とかタスクをプロジェクトとして管理するツール、えー、バックログになります、えー、次のスライドですねさまざまなアイデアを図で書くことにより言葉を超えてですね共有することができるビジュアルコラボレーションツールの、えー、こちら架空になります、えー、続いて ID の管理などを容易にして組織の情報セキュリティガバナンスを高めるツールヌラボパスというオプションのようなサービスですね、えー、こちら3つを、えー、主に s a ス s で展開しております。管理ツールって あまり具体的なイメージは私自身はわかんないんですけれども、うん、<laughs> あのもう少し詳しくどういう管理ツールなのか教えていただけますかえっとです、ね、何かあやらなければいけないことをこのソフトウェアの方に登録していただいてでチームでそ,そのやらなければならないことを達成していくツールになります。なので、えー、その「ToDo」をやらなきゃいけないことを登録したらその下でですねコメントのやり取りを行って、えー、その やらなければいけないことを最後,の最後完了させるところまでをチームで持っていくことができるというようなコミュニケーーーションをサポートすするようなツールですねチームでこの作業をやると、はい、するとこれについては誰々が作るこれについては誰々が作るというのはここに一覧に出ていて。はいはい どここで間違えてるよって最後まで言ってから間違えてるいのは分かってはいけないので、はい、そういったところをみんな目配せして見ながら、ね、あこの状態でいけば最終的にこのプロジェクト期間までに期日までにできるぞっていうのがゴールが見えるる形になってくると、はい、進捗とかが見える形になってきます、うん、ただ いろんなやらなければいけないことのを進めていく上ではやはりチームからの協力とかも必要なのでやっぱりそこでコミュニケーションが必要になるのでコメントのやり取りもできるようになるほどこれが御社の、はい、一応も一番地の製品ということですね、うん、そ,そうですね、うん、そして架空の方はビジュアルコラボレーションツール、はいはい、こちらどういうことなのかなと感じたんですが、はいはい、そうですね架空はあの。 幅広くくいろんな図を描くことがでできるツールです、うん、例えばこちらに表示されているみたいにスマホアプリの何、えー、ですかねレイアウトとかはい、はい、あと図紙図とか、はい、とグラフも書けますし、うん、なんか組織図とかあとサーバーの,あの図とか書けたりとか、はい、いろんな図が書けるんですけどもそれをみんなで編集することが可能なので。うん ビジュアルをコラ,あのコラボレーションしていじるのでビジュアルコラボレーションツールとる、はい、意外とあの、ね、グラフまでよくても作画のところが非常に資料を作る時も困るっていうのがありますし上手い人は上手いけれどもそういった部分をちょっと直しといてあげたよって言われて見てみたらこんなふうになって出来上がってる、はい、そういうのをみんなで共有しながらっていうことですねこちらはどちらかというとビジュアル的な部分を、はいえー、主に サポートできる、使いやすいツールだと。でバックログが主にテキスト言葉でのやり取りになるんですけどもどうしても「伝えきれないこと多いいじゃなですか。こ」こっていうのを伝えるためにはこういう架空を使っていただいて例えばウェブサイトのどこかを修正したい時はウェブサイトのキャプチャーを取って貼り付けて「ここ」って言えば指示ができるっていう感じなので。 言葉にするとと長くなっちゃうとか、うんえー、言葉で表現できないとかっていうところをこの架空でサポートしているような形ですねすごく生産性もね上がりそうだなと思いますが、はいそ,すね、それらを支えているのがセキュリティーツールということになりますかはい、はい、えー、それらの、えー、とセキュリティを高めるツールですねこちらはあの例えば企業さんによっては情報、えー、情報セキュリティのチームがいたりだとか、うん IT 部門とかがあったりとかするんですけども、はい、そちらの方々が主に使うような、えー、オプションになるんですが例えば入退者が激しい会社さんとか、うん、まあ激しくなくても例えば1人ご退社された時にえあのバックログから架空から1つずつアカウントを消すんじゃなくて、えー、ヌーラボパスで一括で消してしまうとか、うん、他にも ID 管理をされているプロダバイダーと のの連携もしているので、はいえー、そちらを使うとあのヌラボパスを使っていただいたら、えー、ID の管理が、えー、うまくできるようになっています。またですねあの監査ログのデータを取得できます例えばそうですねあっては良くないんですけどもだ誰か社員がデータを、えー、USB にダウンロードしたみたいなことが、はい あった場合に、えー、誰がいつどこでダウンロードしたかということが、えー、ちゃんとログとして残ったりとかするのでそれを取り出したりだとかすることができるような、えー、ツールがこのの監査ログのツールですね、うん、こういうものがあるっていうそういうインシデントを認識することだけでもですね、うんはい、非常に重要ですので,、ねですね、情報セキュリティについては、はい、これがあるっていうだけで、うん、一つそのなんていうんですか抑止力になるというか。はい、うん では事業の強みにつきましては、はい、後ほど詳しくお伺いしますはい続いてはこちらのトピックです <music> ここからはパフォーマンスオーバービューヌーラボの業績についてお伺いしますえまずは前年度2023年3月期の通期業績振り返ってください売上高27億とび600万円となりました うちバックログは二十五億二千万円前期比プラスで十六点二パーセントになります。当期純利益八千八百万円前期比マイナス五十五点三パーセントという着地になっています。前のスライドでご説明差し上げた通り前期比で比較すると各段階利益でマイナスとなっております。だけどですね二千二十三年三月期の通期の 業績予想費においてはご覧のとおり、えー、予想費ではプラスとなっておりますので少し補足説明させていただければと思います、はい、営業利益についてはですね第4四半期で積極的にマーケティングコストを投下したため広告宣伝費が若干計画を超えることになりましたが人件費が通期、ね、で8億円ほど計画を下回りました。 そういう理由などによって当初予想を16.1%ほど上回って経常利益と当期純利益は予想費20.6%と13.5%とそれぞれ上回る結果になりましたなるほどあのマーケティングコストとして宣伝、はい、広告宣伝費4、はい、4700万かけましたとこれあの計画費若干上振れと書いてありますけれども、はい、やっぱり大きいですよね。 ただ今、今、ねはい、どこもです、ね、このマーケティングコストというのは今、名前をきちんと認識してもらわなくてはいけないというところで各社ささん、はいえー、苦労されてます,そ,す、ね、それをあえて前期についてはもうあらかじめ見込んでいたので予想自体が大きな現役でしたよということですね、はいはい、あとあの人件費のところを触れられましたけどそれやはりあの採用コストがかかるとか積極的に採用するというのを見込んでいたということですか。はい、そうですね 人件費に関しては男性の育休やもちろん女性の産休なども大変増えましてそちらはどうしても予想ができないものですので,です、ねはい、人件費の方が予想よりりは下下回回たたいう計画を下回いうました続きまして今年度2024年3月期第2四半期の実績についてもお願いいたします。 直近で開示させていただいている2024年3月期の第2四半期までの累計では売上高17億3500万円でうちバックログが16億2500万円で前年同期比プラス35.1%となっていますで当期純利益が1億9800万円という着地になりました主要な KPI である有料契約数は 9月末時点で13,951件となりました季節的な解約が一段落しているところから有料契約件数は着実に増加しておりおおむね予想通りの進捗となっております有料ユーザーの数は約127万人となっていましてレベニューベースの解約率は0.44%になっています件数ベースでは1.21%となっています さて御社が重要な経営指標として認識している KPI ですけれども、はい、有料契約数とプラン別構成費これ分かります、はい、有料ユーザー数127万とありますけれども、はい、これはですねえど,どちらにその料金体系っていうのはひも付くんですか、えっと、バックログがですね、はい、ユーザー数無制限で使えるプランなのでなのでバックログに関しては あの有料契約数がすすごく大事なな指標となっています、うん、ただユーザー数の方も見ていかないといけないのは、はい、ヌーラボパスが1ユーザーあたりの単価になっていますので、うんえー、有料ユーザー数も同様に KPI としては非常に重要なものだと思います。 なるまたこれが多いということは結果的にバックログでそれで多くの一つのプロジェクト多くの人が参加しましたじゃあこれやめようかっていった時にいやいやいやあれやなかったらっていうその重宝さっていうのを強要するためにもユーザー数って実は大きいんですよね。その結果の解約率ですがこのように推移が載ってます上が件数ベース下が売上高ベースですか。非常にいい数字だと思うんですけども これあの1%から1.4%の間に契約件数ベースですね、売上高ベースだと、非常にもう0.5%程度で推移していると、はい、これはあの非常に低いと思うんですけれども、はい、社長の認識としてはどうですか、これ,これはまあ非常に低いとは思ってます、はい、ただまだまだまだもっともっと下げていくことはできるんじゃないかなとは思っていますが、はい、えおそらくこれは。 ユーザーの皆様が、うん、私たちのプロダクトに関してとても良いと思って、ね、くれているので解約率が低いいんじゃないかなかとそのため解約率低くてもきちんと KPI でモニタリングしてますよとということですよね、はいはいえー、ちなみに第3クォーターの業績に関しましては決算短信として2月14日に開示させていただいています。 続きまして、今年度、二千二十四年三月期の通期業績予想についてはいかがでしょうか。二千二十四年三月期の業績予想の修正に関するお知らせを、二千二十三年十一月十四日に開示させていただいています。うん、売上高は、ですね、解約率の上昇といったバックログの料金改定。実は料金改定しているんですけれども、そのネガティブな影響が。 想定より随分と下回ったので、えー、気象予想よりも、えー、契約単価が良好に推移しているので、えー、そのトレンドを織り込んでの修正となっています、えー。オーガニックな成長を追求するために、広告宣伝費をはじめとした、えー、マーケティング投資を、えー、当初の計画から大幅に、えー、積み増しをしていく方針になっております。えー、宣伝広告費は、通期で8億7500万円。えー、東京費 プラス四十六点一パーセント程度となる想定です。これはあの前期よりも、はい、さらに広告戦略費積み増しているということですよね。はい、そ,それでも情報修正ができた、はい、ということですね。で,すで、特に二千二十四年初めにはを大型の広告投資を計画しておりまして、はい、第四四半期は第四四半期単位での赤字となる見込みになっております。うん こちらはですね、投資家の皆様にサプライズにならないようにあらかじめ皆様にアナウンスさせていただいているような内容になっております。ここまで業績についてお伺いしました。続いてはこちらのトピックです。ここからはフォーカス、ヌーラボの強みに焦点を当てます。では、御社事業の強みお聞かせください。 視力サービスであるバックログを中心に説明させていただきます、はい、バックログはチームでプロジェクトを管理するツールになりますプロジェクト管理をするためには関係資料とか成果物などの共有も必要なのでそういった、えっと、プロジェクト管理に必要になるだろう、えー、ツールはある程度ワンパッケージになって揃えているような、えー、ソフトウェアになります どのような方々に使っていただきたいかという点なんですが例としてはです、ね、Excel でタスク管理をしているような会社様の脱エクセル化やメールとかチャットを使ったコミュニケーションをタスクベースでのコミュニケーションへ移行されたいお客様をイメージしておりますそしてですね、バックログの大きな特徴なのですがプライシングになりますスタンダードより上の主要プランはユーザー無制限で 使うことができるようになっております大きめの企業では部署とか本部単位で100から200人単位の組織になっていると思いますバックログは定額ですのでユーザーが増えましても金額面での倫議と社内手続きは不要になっております一緒にプロジェクトを進めていく協力会社様など外部の協業先も気兼ねなく一緒に使っていただくことが可能になっております バックログはですねこれまで純粋なプロダクトレッドグロース製品主導の成長ですねで成長できた数少ないサービスの一つだと自負しておりますまたそれはヌーラボの強みだとも考えておりますユーザー課金モデルではない形でリファラルの循環を生んでユーザーエンゲージメントを向上させることで皆様に愛される製品を目指して ユーザーの自発的なコミュニティが形成されるぐらいにユーザーの皆様の輪が大きくなってきましたこういったユーザーの皆様のエンゲージメントを高めることが結果的にはライフタウンバリューの最大化につながると考えておりますプロダクトを通してサービスを提供する会社なので今後もですねプロダクト主導の成長をこだわっていきたいなと考えておりますで えー、我々経営陣はですね従業員エンゲージメントの向上というところにすごく力を入れております。エンンゲージメントにに必要なな会社理解とか愛着行行動意欲につながるような、えー、施策を設計し実行し実ていますでその中でエンゲージメントが高まった、えー、従業員がある意味自発的にですね改善を行っていったりだとかお客様とコミュニケーションをしていったりだとか、うん、そのようにして にあの自発的に動ます。この企業文化っていうのがすごく重要でえ僕らの作っているソフトウェアコラボレーションソフトウェアに関しましてその仕様を作る時どのような機能が必要なのかとか、うん、そういう仕様を作る時この企業文化がすごく影響するので、うん、えこの企業文化をとてもいいものにも持っていくというところが僕らえ経営陣の考えているところになります。で そういった、えー、企業文化が、えー、良い企業文化で、うん、が反映されたツールを提供するとともに良い企業文化で育った、えー、従業員がお客様とコミュニケーションを取りに行って、えー、顧客満足度の向上を図っていったりそういうことをやっておりますなるほど御社の場合、この製品が全てですから SIR、はい、さんのようにうお客さんによって仕様を変えるとかいうものではなく、はい この製品が全てなのそ,うですその製品のためには実は従業員のエンゲージメントの向上が大切で、はい、それは製品の開発にも生かされるし、はい、顧客満足度の向上に向けて声を拾い上げるそういう文化ってものがユーザーの声を拾い上げるそ、はい、それがまた、えー、製品が全てその製品に、はい 帰ってそうですね。そのようなフィードバックループをちゃんと作り上げていったりとかするのがすごく重要ななるほどことになっています。ね、はい。続いてですね、えー、バックログのユーザーコミュニティについてなのですが、はい、非常に活発に活動しています。で、コミュニティのメンバーも、はい、あのまるで我々のカスタマーサポートとかカスタマーサクセスのように機能することがあります。うん、例えば、X 上で誰かが使い方がわからない。 って発言したら、えー、他のユーザーの方があの使い方を教えたりとか、うん、本来、えー、僕らが、えー、カスタマーサクセスとしてやらないといけない部分をお客様が自発的にやっていただいたりだとかあとすごく特徴的なのが、えー、全国15か所、はいえー、累計100回を超えている、うん、あのイベントですね。うん そのイベントでもこのバックログの使い方のナレッジとかがシェアされたりだとかあとプロジェクトのいい回しあの取り回しの仕方とかがえ共有されたりとかして、はい、自然とですね、えっと、バックログユーザーがバックログユーザー同士で体験を共有してより良い、はい、えバックログの使い方を共有するようなそういう仕組みが出来上がってます。すすいですねねユーザーザコミュニティですかららにに入れたら、はい、他ののの会社の人がその X に 回答を出してくれるって、はい、ゲームですね <laughs> ゲームじゃないですか、ね、ゲームに近いかもしれないですよね現状そのユーザーさんって例えばどういう企業さんがいたりするんでしょうか、えー、企業は大きい企業様から小さい企業様まであるんですけども、はい、はい。小さい企業はウェブ、えー、ウェブサイトを作っているようなお客さんもしくは、えー、コンサルタントをややられているお客さんもいらっしゃいます、はい で大きい企業になると、えー、例えばあの通信会社とかがありますし、はいえー、企業ではないんですけども行政の方でも、えー、ご利用ししてていいいたただりとかはしています、えーうん、そういった方たちのコミュニティがまた、はいね、あるということなんですね。はい、そういう,なんていうんですか業種の垣根を越えて、えー、プロジェクトのいいやり方を共有するっていう場もここでは生まれたりとかしてますね。 では現状の経営課題ですねどういう点になりますかはい、経営課題なんですけれども労働人口の減少とか共働きの一般化だとかあとライフスタイルの多様化がどんどん進んでいる中で働く時間とか場所を自分で選べるような環境を整えていくというのが企業レベルで課題になっていますで、その対応策なんですけれどもコロナ前コロナ禍前から コアタイムのないフルフレックス制とリモ,リモートワークリモート制の制度を導入しておりまして管理部門を含めてですね基本的に全社フルリモートワークを実現しておりますこのため新規採用では勤務地要件を撤廃することが可能になってまして全国の多種多様な人材の採用に大きく貢献させていただいてます ここまで事業の強みについてお伺いしましたこの後は CM を挟んで今後の展望を含めさらに詳しくお伺いしますここからはネクストアクションズヌーラボの成長戦略を中心にお伺いしますでは今後の事業展望についてお聞かせください中小・中堅企業 と、エンタープライズの両方においてですね、プロダクト指導による成長を進めていきユーザー基盤を拡大していきますその上でヌーラブパスを中心に据えまして大企業向けの販売を強化していこうと考えております成長戦略を時間軸で見ますとこれまでリファラルの強みを持つバックログで安定した成長基盤を作ってきました 足元ではですね、大企業のお客様に対して、ヌーラボパスにてアップセルを図っております。で、さらに格上のクロスセルを図っていってですね、お客様のワークフロー全体をサポートして提供価値をさらに増やしていこうと考えております。ここまで様々なお話を伺ってきましたが、ここからは最後のコーナーとしまして、番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一答です。 本社事業は同業他社が多い事業だと思いますが、はい、他社より優れていると思う部分はどこになりますか教えてくださいとこれまさしく私が初めに言ったことですよね。私の <laughs> そうですね最初の方にいただいた <laughs> あの問いと同じような内容なんですけども、うん、えっと今のところですね国内に関してはそんなに多く競合、はい、他社はいないのではないかと考えています。 ただしグローバルを考えると確かにあの競合他社多いいソフトウェアだとは思いますで我々のツールの特徴としましてはこれはもう自分たちで言っている話ではなくて実際にお客様から聞いているお話なんですけれどもやはり使い勝手がとても良いというところが評価されているようです。 あの初見でもすぐに使い出すことができるというところが、えー、とても良い特徴だとお客様から伺っているのとあとですねこれは僕らもあのすごく、えー、工夫しているところではあるんですが、うん、エンジニアとかデザイナーとかそういったあ,のある意味特殊なスキルを持たれている方を対して、はい だけを対象にするんじゃなくてそうじゃない人たちにも使えるような、うんうん、ユーザーインターフェースを作ろうとしておりましてな、うん、あの特別なリタレリシーを持たれていない方も、はい、バックログをスムーズに使うことができるようになっているのでチームで働きやすいプラットフォームになっているというところが特徴になっています、うん、今回は貴重なお話をありがとうございました。 日上さん、はいあの、プロジェクトの管理ツール、うん、実は国内にはあまりないと<う>とですかね。という話でしたよね。で,よねで、この会社の場合、製品が、はい、結局あの、製品、プロダクトアウトなんだよね、うん、この製品あって、この製品を使うか使わないか、はい、好きか嫌いかだけ、だからお客さんに合わせますということはしないわけよ、えー、ただだし、これだけ評判がいい。はい ユーザー数が多いそしてコミュニティが出る、うん、ユーザーコミュニティってすごいよね、えー、となるとこのあと、えー、ヌーラボのパスそして作画の部分の架空、はい、こういったところにクロスセル展開しやすいわけよこれは一番重要なバックログというものの評価から来てるだからこれから何を出してもやっぱりプロダクトアウトという姿勢をきちんと貫くと思うねそれは従業員とのエンゲージメントが作ってるっていうあの強みの部分 すごい面白いなと思って聞きました。どういう次のねエンゲージメントっていうものを従業員と結んで、はい、そしてそれは製品に生かされているかうか、ん、楽しみですね。すねセメナイアールマーケットブレイクスルー次回もお楽しみに。この番組は SBI 証券の提供でお送りしました。